ちは、プリティヨシです。ただいま愛知県は堀川に来ております。この堀川はですね、遡ること、1610年徳川家康の時代ですね、の頃から、物流、海からその名古屋の、尾張地区、を中心に、いろいろ、物流とか、機材ですね、が、運ばれたと言われている、場所です。現在堀川に来ております。現在はですね、そういった面影はなく、あの観光として、船ですね、お客さん乗せて船で、行き来しているっていう、今現在の状況で、現在は物流とかそういう陸海空とかの、方で、全然賄っていけるので、堀川はもうどんどんもうそういった観光的な感じの施設になってきております。ということで、堀川の、ざっくりとした歴史でした。こっちちょっと逆光になってすみません。やっぱりそうですね、そういう歴史を感じさせるような雰囲気ですね。こういったところにも来るのも、いいでしょう。では、プリティヨシでした。